what's up guys? My name is Lian and welcome to my video! ということで今回の動画は今回のウィンターフェスでゲットできる無料グライダーがあるんですけど、そのグライダーがなんと他のグライダーと違って有利なポイントがあるらしいので、今回そちらのグライダーを実際に使ってみてどんな感じで違うのか皆さんと一緒に見ていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。 Let's go!OK、 ということでその無料グライダーなんですけど、このねウィンターフェスのこのプレゼントのところでゲットできるらしいんですけど、これでねこのマトリックスのこの袋のやつ、これこの中に無料グライダーが入ってるらしいんですよ。ちょっとこれ開けていきたいと思います。カモーン、来い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 、ボーン、これだ。おすげえ、これこれ、おーなんかちょっと気持ち悪いけど、これあれですね、センチネルっていうマトリックスの中のなんか敵役だよねこれ、確かなんか敵役だったと思うんですけど、それのねグライダーなんですよこれ。めちゃくちゃ大きいやつ、これすごい、うーやば、動きめっちゃリアルやな、いいね。でこのグライダーなんと他のグライダーと違うらしくて結構強いらしいんですよ。だから実際にこれだね、センチネル、これをちょっと使っていきたいと思います。ちなみにこのスキンはジョンウィックだけど、マトリックスと同じ俳優さんだから、ちょっとこのスキンでいきたいと思います。 OK、 ということで早速やっていきたいと思います。どこ行こうかな、これちょっとスパイダーマンとかのミッション欲しいんだけど、まあ、ちょっと降りちゃうか、これ降りよう、降ります。こんな感じでグライダーじゃ展開するとセンチネルを展開、カモン、おおおお、皆さん気づきました、なんか変わった、今他のグライダーと違う何かが変わりました。気づいたかなみんな。でもう一回こうするよ、こう来て、何かが変わった、何が変わったと思うみんな。はい、正解はなんかこれ視点見ててほしいんだけど、こうしてこう開くとこれ、ね、広くなるんだよね視点が。これめっちゃこうこうズームアウト、キャラが小さく見えるじゃんこれ、真ん中の飛んでるジョンウィックがめっちゃ小さく見えないこれ、だからね周りがもっと見えるんだよねこれ。でそれがねどれぐらい有利かって言われたら、多分まあなんかちょっとした、でもちょっとなんて言うんだろう、めっちゃ有利ってわけでもないんだけど、まあ、ちょっとだけ視点がよく見えるようになるから周りが見やすいってのと、あとこの上のグライダーがねこれ大きいじゃんこれ。で大きいグライダーって結構なんか画面邪魔になったりするんだけど、今パッて出てこないんだけど、ドラゴンのやつとかさ、いろいろあるじゃん、結構邪魔になったりするんだけど、このグライダーってこの視点が小さくこうなんていうの、ズームアウトされるから周りも見れるし、しかも大きいグライダーだから結構弾よけにも使えるっていう感じのね、まあ本当にね多少ちょっとだけ強い、なんて言えばいいんだろう超有利ってわけじゃないけど、まあなんか他のグライダーと違ってちょっと使いやすい、使えるかもねって感じのところなんですけど、そういう感じでねこのグライダーはちょっとした他のグライダーと違う点があるので、ちょっと今回は皆さんにそれを実際にね伝えたくてこの動画を撮ってみてるんですけど、実際みんなもちょっと使ってみてほしい、みんなの感想も気になるしね。どう思いますこのグライダー、実際にやっぱさこういうのって、まあ無料ってのもいいよね、普通に無料でこのグライダーもらえるのもいいし、全然音もそんなうるさくないし邪魔にもならないで、結構もしかしたら強いっていう感じなんですけど、うん、これはエピックあえてなのかそれともミスなのかね気になるよね。やっぱ結構そのこういうグライダーとかスキンとかつる足で有利になっちゃいけないゲームだから、これってもしエピックの方がね、もしね、見てないと思うけど、もし見てたら、修正した方がいいかもね、これは。ちょっとしたところだけどね、そういう感じで、ちょっとジャンパーとかなんか、もっとこのグライダーを使ってみて、実際対空とかでさ、どんな感じなのか見たくない？まあ、このグライダーはね、対空っていうよりも、周りが見えるってのもあるし、対空だけじゃないんだけど、実際対空しにくいと思うんだよね。あんなでかいのが上に飛んでたらさ、しかも、例えば黒いスキンとか、同じ色のスキンとかで言ったらさ、結構見にくくない？お？なんかいるよ。これあれじゃない？噂にあるチーミングボット。多分これ。ほら、チーミングしてる。ああ、なんかお菓子くれたんだけど。え？うわあ、お菓子もらえた。ありがとう。ありがとう。ありがとう。かわいいんだけど。待って。待て。どうもー。うぃーかわいい、こんにちは、やばい、お、なんて
やっほー、かわいい。降りるんかい。降りるんだ。あ、また乗った。あ、もう一個くれた。ありがとう、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 ありがとうございます。またねー。あー、ジャンプあった、神。オッケー、これでじゃあ後で敵に使ってみるか。怖い、怖いよ怖すぎ。あ、やば、めっちゃいいもの、やばいよ。え、どうやったらこんないいものをゲットしたの。すごくね、超幸運の持ち主じゃん。あ、裂け目入ればグライダーが使える。 OK、 ズームアウト。ほら、なんかほら、やっぱキャラ小さくなるよね。しかも画面邪魔になんないし、なんかなんて言うんだろう、縦長ってのもあるし、ちょっと、ちょっとあれか、こう見ると下が見えないけど、まあまあでも周りは見えるからね、ちゃんとよく。ほんとにでもちょっとズームアウトされてる感じだよね。いたわ。スパイダーマン、スパイダーマン。危な。オッケー、危な。オッケー。うん、やっぱ周り見えるようになってるわ、これ。おった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 。おった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 。おったおったおった。でもデカポ欲しい。デカが、デカ、デカ、デカポが欲しいよー。待てー、どこー。おったおった、めっちゃ割れてね。Oh my goodness。 OK、 GG's。 よっしゃ。あれ、フロッパー持ってなかった。あったあった。めっちゃフロッパー持ってんじゃん。大量じゃねえか。めっちゃクリスマス音楽流れてない。サンタさんいるんだけど。え、サンタさん、サンタさん、かわいいね。乗らせて、サンタさん。一緒に乗れる。敵だー、敵だった敵だった。バレんか、これ。バレんな、俺らなら、俺らなら大丈夫敵なんだけど。ちょ、アンチない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 。ターン、ターン、ターン。アンチない、アンチない。かわいい、このトラック、初めて見、止まる？降りるの？あ、こっち見た。やばいよ！そうそう、バック。やばい、ガスない、ガスない。バック、バック、バック。あ、もうガソリンないのね、これ。降りろ、じゃあ。じゃあな。お前降りろ。お前降りろ。降りないの？降りた！またねー、サンタさん。サンタさんやられてんだけど、アンチ外で。うまっ、それうまい。
やばい。あ、じゃあジャンプ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 、オッケー。はい、っていう感じで今回の動画はこの今のマトリックスのこの無料グライダーがなんと他のグライダーよりも有利なポイントがいくつかあったので、ちょっとこの動画で紹介してみたんですけど、ぜひ皆さんもこのグライダーをゲットして実際に使ってみて、皆さんの感想もよかったらコメント欄で教えてください。っていう感じで今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画少しでもいいなと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ピースアウト。